こんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。大変ご無沙汰しております。実は全国、沖縄から北海道までいろんなところに出張が入ってしまって、なかなか動画上げる機会がなかったんですよね。僕の動画って、まあ、こうやって喋って編集するっていうものもあれば、外に行って飛ばしながら解説入れたり、いろんなシーンを混ぜたりする場合が多いんですけども、今日はさすがにこのままほっといたらまずいかなと思って、ね、こうやって座って話をしようかなと思います。途中紅葉の動画を上げたんですけども、やっぱりあんまり再生回数上がらないですね。さて、今日はなぜ動画を急に上げようと思ったかというと、なんと日本のあのメーカーがドローンの開発に乗り出すというビッグニュースが入りました。最近電気自動車の発表なんかもしてますよね。そう、ソニーです。ソニーがエアピークというプロジェクトの名前の下にドローンの事業を開始するそうです。11月9日、昨日ですね、これが発表されました。いや、驚きました。ホームページの内容を今から読み上げていこうと思います。ドローンプロジェクトを始動。ソニー株式会社は AI ロボティクス領域におけるドローンの新たなプロジェクトを開始しました。昨今のドローンの普及は、これまで見ることができなかった映像を届けることや、産業分野における業務効率化や省力化などに大きく寄与してきました。ソニーはイメージング&センシング技術やリアリティ、リアルタイム、リモートの 3R テクノロジーを活用し、ドローンのさらなる発展や最高峰の価格創出に貢献するという志を込め、ブランドをエアーピークと定めました。エアーピークは映像クリエイターの創造力を余すことなく支援し、エンターテインメントのさらなる発展に加え、各種産業においても一層の効率化や省力化に寄与することを目指します。また、これまでドローンの活用が困難だった環境においても、最高水準の安全性、信頼性により安心して利用できるよう、プロジェクトを推進していきます。ソニーは今後、プロジェクトに関連する情報を継続的に発信するとともに、エアピークを体験いただく機会を通じて、ドローンユーザーからフィードバックを得る競争活動を重ね、2021年春の事業開始に向けて、準備を進めていきます。なお、近日中に本活動に参画いただけるプロフェッショナルサポーターの募集を開始する予定です。これはすごいですよね。このね、記者発表のコンテンツテキストを読んでみたんですけども、かなりいろんなヒントが入ってますよね。一つはロボティクス用のドローン、いわゆるオートメーションとか AI ドローンを作るだけじゃないと、これクリエイター向けのドローンも作っていこうっていうことがこの文章の中から読み取れますよね。何しろ映像クリエイターの想像力を余すことなく支援し、エンターテインメントのさらなる発展に加えというところですよね。そこに加わっているのが、各種産業においても一層の効率化や省力化に寄与することを目指すということなので、まずは映像用のドローン、例えばシネマトグラフィーですとかビデオグラフィーですとかフォトグラフの方ですよね。空撮、これに特化したドローンも出ると思います。何しろカメラ持ってますからね。センサーも持ってます。強み中の強みですよね。さらに読んでいくと、ドローンの活用が困難だった環境においても最高水準の安全性、信頼性により安心して利用できるようという形で続いているので、フェールセーフ機能もそうなんですけれども、例えば屋内で GPS が受信できない環境、そういったところでもカメラセンサーやレーダーセンサーを多用してより安全な飛行ができるように機体の開発を持っていくんじゃないかなと思います。ちょっと DJI に関して話をすると、今年 DJI かなりいろんなものを発表してきてますよね。
産業基地ではマトリス 300RTK、 そしてそれに装着できるグローバルシャッター内蔵の P1、 ライダー内蔵の L1 というカメラセンサーも開発して発表しました。 Mavic Air 2や Mavic Mini 2も出しましたよね。そして Osmo Pocket 2も出しましたよね。まあ、怒涛の新製品発表だと思いませんか。ドローン領域もしくはスタビリティカメラ、カメラスタビライザーのこの領域の中でこれだけの数を、まあ、半年の間に発表するっていうのは本当にすごいことだと思います。一方ドローンのスタビライゼーションを支えているテクノロジー、これは日本のセンサーがかなり採用されてるんです。カメラセンサーもほとんどがソニー製、気圧センサーもしかしたらオムロン製かもしれません。まあ、他のね音波センサーやステレオカメラの技術も日本ではしっかりしたものを持ってますし、センサー類を集めるだけじゃなくてソニーのお家芸ともいえるコンパクト化ですよね。これができるっていうのは相当すごいドローンができるなと、まあ、期待とともに興奮しているという状況ですね。昨今外国製のドローンも通信機器の一つと取られていて、政府の調達方針でもやはり懸念されるものは排除していこうという通達が出ましたよね。それを考えてみるとソニーが力を入れて開発する、そうなってくると来年の今頃には製品としてプロダクトアウトされるということも考えられますよね。いや、もうちょっと早いかもしれないです。そこまで考えて今回このエアピークというプロジェクト名で出すので、エアピーク M1 とかですね、エアピーク P1 とかプロ1とかですね、そういった形で出るんでしょうね。もちろんソニーの α シリーズの搭載も可能になったり、ソニーの α シリーズにジンバルが内蔵されているもの、まあ、ジンバルが外装として、ね、ボルトオンされているもの、そういったものも出るかもしれません。そしてライダーを搭載したセンサー、これが投入されることによって産業界でもソニーラッシュが訪れるかもしれないですね。今日はちょっと緊急でこういった動画を作ったんですけども、この動画がいいと思ったらグッドボタン、そして悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。